あの後主に聞いたわ。あの子の前の客人に同じく手合わせを頼もうとしていたそうよ。実際にやったのかどうかまではわからないけれど愚かだなんて言って血は争えないわね。準備は万全かしら。力を司る者として最大級の敬意とともにお相手するわ。言葉による語らいの先にあるものを私に見せてちょうだい。戦いの熱と緊張感が体を満たしていく。さあ始めましょう。私を失望させないでちょうだい。あれ、この人って確か先輩の。てか、え、浮いてる。ちょ、何この冗談みたいな戦力。まさか戦うってこと。ソラ、燃えろドラゴン。勝負！ジャー！花と散れ！ソラ！勝負！ペラスナ！シンクに染まれ！今のうちに言っておくわ。私を気遣う心は捨てなさい。殺す気で挑むことこそ敬意。手加減は侮辱よ。受けなさい。チエ先輩がや見ていなさい。嘘、ペルソナまで使ってくるの。何なのよこの人。見えた。知恵先輩が気を失ってるよ。ペルソナ、ほら勝負。花の皮、映りに奇妙ないたずらに。
見ていなさい。受けなさい。悪く思わないで。ますますあなたを倒したくなってきたわ。倒れちゃダメよ。はっ、うん、見ていなさい。受けなさい。
遊び見ていなさい。ツンとやっちゃいますか。え、マジ？いや、いいけど。風の吹くままよ。シンクに染まれ。
ペルソナ。はい。見ていなさい。受けなさい。見えた。エリザベスでもここまで私を追い詰めたことはないわ。さあ、今こそ見せてちょうだい。戦いのその先にあるものを。倒れちゃダメよ。はっ、遅い。見ていなさい。もしかして今がチャンス？やらないの？いいけどさ。来て！ペルソナ！切り抜けろ！花村先輩、注意して。体力が危ないよ。ペルソナ！ペロドラゴン！ダメよ。ハッ！闇属性が効かないよ。ペルソナ！倒れちゃダメよ。